将来の夢は画家だった、18歳のアドルフ・ヒトラー青年。彼は美術をちゃんと勉強しようと思い、芸術の都ウィーンへ移住した。そしてウィーン美術アカデミーを受験したのだが、結果は残念ながら不合格。美大に落ちたヒトラーの未来はやがてナチ党結党へと向かうのだが。さて、もしヒトラーがあの時ウィーン美術アカデミーを合格していたとしたら。歴史はどうなってたんや？怖い。余計こじらせてそう。芸術業界が壊滅してた。別のヒトラー誕生。美大に行ったら大学で挫折するだけやから結果は変わらん。は？ワイより上手いやつばっかんを、コンプレックスこじらせ。得意点はむしろここだろ。政府調査員、野党筆頭が集会やってるから調査してこい。ヒトラー、はい。めんどくせえ適当なところ行ってくるか。これで素直に支持されてた党の集会に行ってた方が未来変わってたかしれん。ヒトラーが政治家にならなかったら、ドイツはバルバロッサ作戦しなかっただろうし。メソポタミアから離陸した米英の爆撃機がソ連を爆撃で、日独ソイ VS 米英仏の戦争になる。バルバロッサ作戦はナチスドイツによるソビエト連邦奇襲攻撃作戦の秘匿名称。この作戦は、ソ連西部を征服してドイツ人を再増加させるという、ナチスドイツの思想的目標、国家戦略を実行に移すものであった。もしヒトラーがバルバロッサ作戦を実行しなかったら、ソ連がドイツではなく中東に攻め入るのか。これでスエズ運河も落とせて枢軸側の勝ちが見えてくるわ。日本大勝利フラグだわ。ヒトラーおらんかったら日本と友好なんて考えんぞ。本来ドイツは中国国民党と仲良しやったし。ドイツは中国と日本どっちと同盟を結ぶか、かなり激しく議論してたけど。結局、中国が点で弱いので日本にした。河南が日本にも取られたし中国との同盟はない。美大で挫折ルート、60%。美大無事卒業ルート、40%。からの折れずに発表開き直りルート、85%。偉大なる画家ルート、15%。94% はヒトラー恐怖政治、育成失敗、史実通り。6% が画家として成功ルート、育成成功やと思う。ここでヒトラーが美大に合格した後の世界を予想する者が現れる。美大合格。ヒトラー画家になる。ナチスはできずそのまま大戦勃発。ヒトラーの横槍が入らずダンケルク包囲戦が成功。英仏は40万人の兵士を一挙に失う。バルバロッサ作戦がないので予定通りに米英が英領メソポタミアから対ソ連爆撃を始める。ソ連は対抗して中東に陸上侵攻する。ダンケルクで兵力を失ったせいで中東の防備が緩くソ連が中東の大部分を占領してしまう。スエズ運河もロンメルとソ連が占領して枢軸側の燃料事情が大幅に改善。逆に米英は石油不足に陥る。この辺で真珠湾攻撃。石油不足の米英は太平洋で効果的に反撃できずにハワイやミッドウェイを日本に占領される。特に通商破壊戦されなかった日本は、計画通り E400 型潜水空母20隻くらい量産してパナマ運河を予定通りに爆砕する。ドイツが英国本土上陸作戦ゼレーベを開始。ソ連は中東から英連邦のインドへと侵攻開始。英国の継戦能力が落ちて日本はインパール作戦成功。英国、中国、インドが陥落。戦艦大和艦上でトルーマンとチャーチルが降伏条約に署名する。日本大勝利。マジかよ日本最高だな。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれやな。日本大勝利とかいう収束される未来戦。結局資本主義 VS 共産主義って構図になるんか？そうかな、ユダヤ人の虐殺はなくなるだろうけど。ソ連が枢軸になるだろうし米英の勝利が揺らぐ。多分タイムマシンができたら世界が最初に行うのはこれやろな。テールマン、明日には共産党が政権を取るだろう。エルンスト・テールマン。1925年にドイツ共産党の議長に就任。スターリン化を推し進め、党の独裁体制を完成させたがナチ党が政権を取った際に逮捕殺害された。ミュンヘン一揆でのヒトラーの裁判演説がナチスの命運を決めたと言ってもいいだろうし、美大に行ってたら政治に傾倒するにしても時期がもっと後になったろう。一応、ヒトラーは本の挿絵とか書いて、食っていた時期があるしアートを本領にできる可能性は割とあると思う。小さい山だけで自信を得て、本格的な登山にチャレンジして遭難した感じかな。だからヒトラーじゃなくても同じような人間が現れて同じことをするんだよ。ハインリッヒ・ヒムラー、私が、ナチ党を率いる。こうなりそう。ハインリッヒ・ルイトポルト・ヒムラーはナチス政権下で、治安諜報などで強大な権力を握った警察トップであり、国内統制と反ナチ勢力やユダヤ人に対する迫害を実行した。カリスマがないから。
できても史実ほど大きくならんやろ。じゃあ誰がなってたやろか。ハイドリヒ、ダリ。日本が袋叩きに遭うのは変わらん。ヒトラーの独断であるバルバロッサ作戦内なら、英仏のオペレーションパイクという対ソ連爆撃が起きるで。これが起きるとソ連の中東への侵攻を誘発するし、日本が加減有利になるよ。オペレーションパイクに米国が参加するなら、B-29 や B-17 などの戦略爆撃機とMiG-3が戦うことになるのか。英米戦略爆撃のリソースがソ連に向かうから日独は有利になってうはうは。中東をソ連、ドイツがスエズ運河を抑えてくれるなら、ドイツのグラーフ・ゼッペリン級空母を日本は2隻買えるかもだし、ナロー系の妄想なんかがはかどるな。イスラエルが存在せず中東は平和。石油マネーで総先進国入り。てか、日独その同盟なら、シベリア鉄道を通じて軍事や資源の交流できるから、日本で作ったゼロ戦をバトルオブブリテンに投入可能。軍事マニア的には面白い話になるかもね。日ソの物資輸送を遮断するために、米国はアユーシャン列島に航空基地を作って B-29 爆撃機でシベ鉄を攻撃とかね。ヒトラーの代わりはそうおらんと思うからの、米ソの仲がいよいよ悪くなるだけやないの。困ってしまうのは我が国やな、味方が折れへん。日米海戦まではいかんかもしれんな。ヒトラーむっちゃい上手やん。なんで美大に入れんかったか知らんけど。もし美大に入れてたらナチスはただの右翼でおしまい。当時は写実主義があんまり重要視されなくなったんやで、いわゆる印象派とか抽象派の方へ時代が変わっていた頃だったんや。今やったらこれだけ書ければいくらでも仕事はあると思うけどな。実際当時も手書きの絵はがき売ってたらしいし、舞台美術、背景美術あたりの絵師として落ち着きそうやね。ヒトラー、君はパブロ・ピカソだね。ピカソ、そういう君はアドルフ・ヒトラー。さて、肝心のヒトラーの絵はどうだったかというと、めっちゃうまくて草。普通にいけるやろこれ。うまいやん。くそうま、何があかんかったん。うめえ。人物が描けって言われたけど風景が出したんやっけ。人物が苦手やから課題未提出やなかったか。大学の提出物が人物画やのに風景が2つやから落ちたんやぞ。うまい下手以前の問題。そりゃ落ちるわ。うまいけどそれだけやろ。入学前なんやから普通にうまけりゃええやろ。なんで落ちたんやろな。パースがね。パース狂ってますよ。パースって何？パースとは、建物の外観や室内を立体的な絵にしたもののこと。趣味でやってるならうまいねえだけどこれで美大は無理でしょ。美大を受ける連中がみんなこんくらいは描けたってことやろ。ヒトラーが描いた絵っていう情報で評価してるだけ。ちゃんと残ってるんやな。これ今いくらくらいの値段するんやろうな。歴史オタクたちには賛否両論なヒトラーの絵であった。さて、ドイツにとっては、第二のヒトラーを生み出すわけにはいかず。これ好き。ドイツがコロナで仕事なくなったアーティスト支援を始めた理由が、過去に美大落ちたやつを放置してたらえらいことになってしまったから説好き。草。冷え。草。え？実際アーティストって反政府に傾倒するやつ多いし正しいんやないのか。第二のヒトラーに怯えてるんやね。美大受けるようなやつはこれ以上なんやろ。ここでちゃんと入学してれば違ったんやないの？知らんけど。ボ美大落ちた世界史ね。こいつより上手い人間は5万といる。美大校長、ワイは政治家やなくて建築家進めたのに。確かに建築家向きだよなこの感じは。美大落ち、世界都市ゲルマニア建設するために領土拡張しないと。ヒトラーの絵画って5,600万円で落札されたんやし美術家としては成功の部類や。美大合格しててもワールドボーワンで影響されるから結局同じ説。美大に受かっても美術家として食っていけなくて結局政治家になってたんじゃないか。当時ピクシブがあったら人気絵師やん。いかがだっただろうか。ヒトラーの絵、うますぎると思った人はぜひコメント欄で教えてね。今後も2チャンネルの面白い歴史の話題を紹介していくので、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。